はい、どうも、コハケンです。まあ、10連休の、今3日目か。3日目だと思います。あと1週間、続くってね、結構長いっすね。ほいでね、あと、ね、あさってが、元号が変わる、令和になるらしいですけどね、はい。結局ね、まあ、平成っていうのはね、まあ、良くも悪くもね、まあ、自分が生きた時代、まあ、僕は、昭和生まれなんですけど、昭和61年生まれで、まあね、まあ、実質昭和60年生まれって、平成生まれに近いから、まあ、平成みたいなもんですからね、だって、3歳の時に、あれですからね、もう昭和が終わって、平成に、切り替わりましたから、まあ、どうなんでしょうね、だからまあ、自分の生年月日買う時は昭和なんですけどね、もうでも字覚えた時はもう平成ですね、小学校1年の時確か平成3年間、それぐらいだったんで、まあね、長かったっていうかね、まあ、楽しかったこともあるし、おもんなかったこともあるし、まあ、いろんな時代やったなあっていうのもありましたね。はい。あと、ちょっとガラッとね、話が変わってね、初めてね、動画にね、コメントがつきました。はい。ただ一言、頑張ってくださいってね。はい。まあ、誰から来たんか、まあ、アカウントで、まあ見れるんですけど、まあ何もなかったっすね。チャンネル登録もゼロで、動画もゼロで、まあなんか、本当にね、なんか、ただの、な、見るためのアカウント、なんか捨てアカウントみたいな感じでね、まあそんな感じだったんですけど、まあ嬉しいっすね。動画投稿し始めて、半年経つんですけど、初めてのコメントなんでね。なかなか、コメントってね、来ないもんですね、まあでも、初めてね、こんなん来て、まあ、素直に嬉しいっすよ、はい。今まで全くそういうのなかったんでね、まあ、嬉しいな、みたいな、もう単純にもうそれだけっすね、まあ、もう、まあ、この調子で、まあ、再生数もね、チャンネル登録もね、増やしていきたいと思うんですけどね、やっぱね、チャンネル登録4人っていうのはね、寂しいっすよね、まあ、ゼロの時代よりマシですけどね、実質チャンネル登録2人ですからね、僕。まあ、前から僕のこと知ってる人2人いて、その人が、その人らが2人登録してるんでね、だから、まあ、実質2人、みたいなもん。でね、まあね、まあ僕はもうほんまにね、まあ YouTuber って言えるかどうかね、まあ動画配信者ってはまあ思ってるんですけどね、まあ YouTuber のカテゴリーで言ったら底辺 YouTuber ですね。まあ特に何も実験とかも何もしないですしね、まあこうやってダラダラ喋ってるだけの動画なんでね、まあね、これからね、まあどういう動画をね、どういうコンセプトにね、していきたいかと言ってね、まあ特にはないんですけどね、どうでしょうね、まあまあ自分自身大阪にまあ去年まで住んでたんでね、まあ13年か14年ぐらいいたんでね、まあその間ね、まあ就職したり派遣の仕事したりしてたんでね、まあ派遣の仕事が主だったんですけどね、まあその派遣の仕事のことをね、まあいろいろ話していきたいかなみたいな、って思ってるんですけどね、まあまあ結構理不尽な怒られ方したりしたんでね、まあまあ派遣先とかでね、まあそのことをね、まあいろいろね、まあ言っていきたいなと思ってね、まあ嘘偽りなく、そういうのはね、言っていきたいね。まあ、自分が、体験したこととかはね。そうやね。まあ、他に何かあったかな。あ、そう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 。あと、バイクのね、マフラーがね、届いたんですよね。マフラー。いよいよね、僕のバイクのね、125cc のバイクのね、進化のね、最終段階に来てるみたいな感じですね。
もうね、もうあとこのカスタムしたらもう終わりみたいな感じのね、カスタムでね、うん、マフラー交換というね、一番ポピュラーでね、うん、なんでそれを先にやらなかったんだっていうのを、ね、まあね、粗悪なマフラーとか多いんでね、僕はね、買ったのはね、レース用の、まあマフラーなんですけど、森脇マフラーって言ってね、うん。結構ね、性能が良くなるマフラーなんでね、値段がね、ちょっと5万ほどしたんでね、いやー、クソ高いなー、みたいな感じでね、うん。まあね、マフラー一つでね、走りが変わるんだったらね、まだ安い方ですよ。なんかね、もういろいろね、いじりまくってね、うん、ちょっとおかしくなるのもね、ちょっと嫌やなー、みたいな感じだったんでね、うん。まあね、それでね、パワーアップするんだったらね、もう、うん、嬉しいことこの上ないですよ。うん、まあね、125cc のね、バイクにね、まあ、排気量が低いんでね、カスタムしたらね、まあ、バイクのカスタムって、まあ、レーシック手術みたいな感じっすよね。うん。簡単に言ったら。まあ、成功したら、まあ、目が見えるようになる、みたいな感じで、ね、失敗したら失明するみたいなね。な、バイクもね、一緒でね、カスタムしたらね、ね、早なったりね、性能悪くなったり、うん、悪くなかったり、うん、まあ、そういう感じで、うん、するんでね。125cc のバイクのことで調べたんですけどね、やっぱりね、マフラー一つで走りが変わるみたいなことはね、まあ言ってたんでね、まあ自分自身ね、どういうことになるかね、わからないんですけどね、まあ、変わったことがあったらね、まあこの動画とかでね、また紹介ね、していきたいとね、思います。はい。まあ、ちょっとね、まあね、今日みたいなね、雨の日がね、続いたらね、うん、ちょっと無理ですけどね、うん、まあ5月中とかにね、5月中はね、まあそこそこ休みが、うん、あるんでね、うん。まあ、それでね、うん、まあ、いろいろね、マフラーの紹介とか、バイクの紹介とか、うん、やっていきたいと思います。はい。今何分かな？結構喋ったな。うん。まあ、そういうことでね、うん。まあ、うん、そういうことっすよ。ここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録、ガチでお願いします。